はい、みなさんこんにちは。2本目です。宮下です。星谷さんです。よろしくお願いします。今日はですね、大阪の梅田駅の近くに僕は出張に来たんですけれども、この梅田駅の近く、僕が昔行って大好きな大東洋の近くにある星谷ゴルフ研究所にやってきました。ありがとうございます。先ほどはフェースターンがバシッとできてミート率が上がるっていう素晴らしいロボを見せてもらったんですけれども、次は体全体で飛距離アップを目指すっていうことの話をちょっとお聞かせいただきたいと思います。はい、じゃあ今回機械はこれですよね。そうです、そちらです。はい、この機械が何をしようとしているのかについて教えてもらっていいですか。はい、はい、多くの人がそのクラブを振るときに捻転と言われるので、こう上体をねじって腕を後ろの方にねじりながら、これで捻転ができて体ねじれたぞと、で反動でねじ体をねじり返していって振るという動作をしてスイングするんですけども、この時よく注視していただきたいのがこの腰の動きです。ほとんど腰を回せない。なぜかというとねじってるんで、これは引っ張って戻安定しとかなきゃいけないんで、今度逆に回せばこれは戻しとかなきゃいけないんで、腰を回してしまうとうまく腕が振れないんで、腕を振ってこうこうと反対に腰を動かさなきゃならない。そうすると、まあ、ある種 の引っ張り力が働くんで、これをあのスイング理論に唱える人もいるんですけども、実際は左脇が締まって下半身のこういう回転で、女子プロなんかこの辺からグーンという感じで、これを戻すとほとんど腕は振られてません。だからフェース面がプレインパクトゾーンと言いますけど、これがボール打つ方向にちゃんと向いてます。このままボディーターンで打ち抜いていくと、ここがボールを打つポイントですね。ここからボールを打ってフォローが出るっていう一連の動きで、その時にお腹だけを、骨盤だけを旋回させてあげる、こういう動きが入るとちょっと今上体と一緒に動いちゃってるんで、うん、上体が動かないで ここだけを動かす。で今やってもらってますけど、なかなかその動きを言葉で言ってどういう動きだよっていうのはそうですね、伝えられないと思う。いいですね、いいですね、いいですね、このパターンいいですね、はい、言葉で言っても分かるわけがないから女子プロ並みのボディーターンを覚えると。そうですね、はい、いい言葉だな。で、大事なことはボディーターンっていうのは、骨盤の回転っていうのは左の股関節が支点になります。でここを支点にこう回ります。で、ほとんどのプロっていうのがテイクバックしてバックトップの位置に行って、で体の正面に実際おへその前に下ろしてるんですけども、この相対的な位置で見ると右足の耳股関節の前に左手が来てます。でこれで左脇が締まった状態になります。でこの状態からその左脇が締まった状態でボディーターンだけしていってクラブを、この先にクラブヘッドがついてると思ってもらったらいいんですけど、かっこいいっす。でこの角度によって、これちょっと低く出てるんでアイアンを打つような感じで、ちょっと左にダウンブローに振っていくような感じですね。でこの足を上げればレベルにドライバーっていくような感じの動きっていうのができてきます。かっこいいっす。これがよく女子プロの連続写真で、この辺からこう打ち抜いて、でこのボディーターンができると、ボディーツイストができるとフォローが飛球線に上がっていって、かっこいいフィニッシュができるという動きを作るためにも絶対的に必要なクラブを振る動作で、一番重要な要となる骨盤の上で、これをやれば腰痛とかにもならないですし、あの力を入れずにボールを飛ばすエネルギーが生まれます。それは後でちょっとあのスイングバックを叩いて実験してみますので、まず体験して、はい、こう止めて、はい、グーっていって、でまず腰からグーンと動いていって、こっちからなんですか、腰から、はい、そうなんですか、そう、そういう感じで動いていって、実際はほぼ同期するんですけども、いやでもそういうことなんですよ、ね、野球のピッチングでもテニスのラケット振るんでも骨盤が先に入っていきながら微妙に遅れて手とか動いてくるんで、先に腰が行きながら、そうです、そういう感じですね。
我慢してた、腰が行くの我慢してました。はい、こう押すのはその頑張らなくて、はい、こうなんですか。はい、そうですね。でこれを続けてちょっと実際はいい。おお、これいいですね。決まったフィニッシュ、ね、はいはいはい、自然に行きます。はい、でここの動きがないとフィニッシュまで行けないで、よくフィニッシュまで行かないで止まっちゃったりとか、明治の大砲って右に体重が残っちゃう人っていうのはこの骨盤の回転ができないんで、はい、これが回れば自然に左に体重移動してますよね。はい、してますしてます、はい、してますしてます。確かこれがだから無理に体重移動してくるんじゃなくて、骨盤を回してしまえば体重が右から左に移っていく、これが正しい体重移動でもあり、で、そうですね。おお、スイング動作が非常に、うん、ちょっと不思議ですね。なんかやってる感ないんですけど、なんかやってる感ないんですけど、でコース、あ、じゃあもっと前傾だ、こっち、はい、あ、これ逆ですね、うん、あ、そっかそっか、で左脇が閉まって、閉まってます、閉まってます、閉まってます。なので左の壁ができて左手が流れないので、はい、これももう一つさっき言ったフェースターンに加えて、はい、さらにボールを押す力、はい、加速させる力が出るんで、うん、でじゃあこうですね。そうですね、それで捕まえてうーんとかわしてもうちょっと使って、もうちょっと回りたいですよ、ここにしたいいいか、はい、こうですよね。そうですね、こうですよ、はい、でそうですね、そこまで、うん、最終的にはボールインパクト後はめくれていっていいんですけど、うん、インパクトの時はこうできる粘っていく、あ、こうだけどこうな、そうですね、ここが大事ですまあ先に回す方を意識してもらったら、はいはい、あ、残すの後からできるんで、え、でも元々残っちゃってるのを回さなきゃいけないっていう話なん で、はい、で回るようになったらちょっと引っ張り合わせるっていうかっていう動きが大事なんで、元は回っちゃってください。そうです、最初は回してください、はい、これでも面白い、かゆいけど面白い。このこれが気持ちいいです、これが、はい、でこうくっついてるじゃないですか、ここの脇が。そうですね、これが気持ちいいです、これやりたいですね、これかっこいいやつですね。できないんですよ、はい、でこれでちょっとですね、はい、こちらに来ていただいて、西田さんこの辺から、はい、今やったようにこう動かしていって、でさっきのこれもイメージしながら、はい、右手をこう動かしていって、はい、叩いてみてください。そうですね、そういう感じで今こうしてましたね、思いっきり腰の回転を使って。そうですね、そうするとどうですか、インパクトの時すごい力でバックを叩けた感じしませんか。うん、なんかでも、はい、なんか違う気がします。うん、なんかこことここが一緒になってるから、はい、こうグッと締まってこう、はいはい、エネルギーがバーンって伝えた形になりますね、はい、そうな気がする。これではダメなんですよ。そうですね、左脇を締めていって、ね、そうですね、両脇が締めていってガッとこうこう、もう一回ですか。はい、うん、こうだ。そうですね、うん、そうすると両脇が締まって、うん、腰が入って、うん、体重移動もされて、うん、なんか違います、ね、強くインパクト出てくる、はい、ということになります。でこれがもう一つさらに飛距離アップするためのボールの、そのエネルギーを大きくする初速を上げるためのヘッドの加速力といいますけど、加速力を生むための動作になりますね、うん、だから極端なことで今宮下さんもうほぼクォータースイングかハーフスイングの位置から振りましたけど、はい、これだけ大きな音が鳴る、大きな力が生むってことは、ハーフスイングからボディターンを使って打てばほぼハーフスイングでもフルスイングと変わらないような飛距離が出せてしまうという効果になります。これはこ先ほど紹介したフェースターンは、はい、なんか一発でこれだと思ったんですけど、ええ、
これをもっとずっとやっていたいですね。別の意味で理解したくなりますね、頭の中に。あのそうですね、やる前におっしゃってた、人間は頭で入れるのは大脳で、大脳でやると 1.5 秒遅れるとおっしゃってたじゃないですか。そうですね。だけど小脳で本当は体を動かしてるから、そんな考えてなんかいないんだと。そうです、そうです。なんか考えてなんかいないんだみたいなことをすごい言われてて、ずっとかゆいんですよ。ああこれは染み込ませたいっていう、はいはい、自分の中にあの一番染み込ませるべき動作なんで、動きなんで、でほとんどのアマチュアの人がこの動きができない、もしくは弱い、なのでこの動きはもう飽きるほどやってもらったら、一番とにかくスイングのベースになります。ここが動かなければクラブは振れないので、なぜならほとんどのプロがボールを打つビジネス、いわゆるビジネスゾーンでは腕はほとんど振られてないんで、この骨盤がいかに動くかっていうことなんで、今言われてなんとなく分かる気がします、はい、これやった後だと、はいはい、なのでその動きは本当にかゆさが取れるまで一生懸命やるべきだと思いますね、腕使うなっていう言葉の意味もなんとなく分かってきた気がします。アマチュアの人はもう とにかく腕を振って早くクラブを振ろうとしてしまうんで、腕を振ってシャフトを振ってるだけになってしまうんで、実際はボディーターンでと手首 の腕の内旋外旋トークシャックスで、手首の動きとボディーターンでクラブヘッドをとにかく走らせる、強く物を叩くっていう動きが大事なので、だから飛距離アップしたい人はまずベースはこの2つの動きを完全にマスターして、その筋力を鍛えるということが大事です。先生ありがとうございます。いえいえ、これは欲しいです。これは欲しい売って欲しい。でもここでしかできません。皆さん大阪に行ってください。星谷ゴルフメソッド研究所です。長くてすみません。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。